それでは各ドライバーがグリッドに着きましたら、こちらもですね、お互いライバルドライバーとの握手でレースを迎えてまいりたいと思います。さあ、それではスターティンググリッドに集まりました SS クラス、このスターティンググリッドご紹介をしてまいりましょう。さあ、まずはポールポジションからのスタートを迎えますのはゼッケンナンバー72番です、大井津田クラブ南沢匠。この新東京に乗り込んでまいりました大井松田組、今日はこの SS クラスにはブリヂストンチャレンジというシリーズも併設されておりまして、このブリヂストンシリーズ開幕戦で行われました大井松田カートランドからこの新東京に乗り込んできております。この南沢がポールポジションからのスタート、そしてその横2番手からのスタートはゼッケンナンバー2番です。ここ新東京サーキットホームコースとしておりますチームオーガスト大谷優太。大井松田対新東京サーキットの直接対決という顔ぶれとなりましたフロントロー、そしてその後ろ2列目3番手からのスタートはゼッケンナンバー9番です、レーシングチームコンバット渡辺龍。そしてアウト側4番手からのスタートはこちらもポール南沢と同じく大井松田、大井松田からの遠征組となります。4番手スタートゼッケン53番は三田純也。さあ、この三田もグリッド上で明るくカートオンラインのカメラにアピールをしていきます。そして3列目5番手からのスタートを迎えますのはゼッケンナンバー45番です、レーシングチームエイペックス志村優太。こちらの志村も上位5番手からのスタート、予選でもアグレッシブな走りを見せておりました。そしてその横6番手からのスタートで決勝を迎えていきます、ゼッケンナンバー12番チームオーガスト武田唯真。予選ヒートでは果敢に前に前にという走りを見せてくれました武田。さあ、その武田がこの決勝レースでは6番手からのスタート、どこまでポジションを上げてトップ争い盛り上げてくれるのか。さらに7番手からのスタートとなりますゼッケンナンバー55番チーム KBF 斉藤うらら、レディースドライバーの斉藤うららも上位7番手からのスタート。そしてその横8番手からのスタートはゼッケンナンバー88番です東幸太郎。そして9番手からのスタートがゼッケンナンバー31番ですウェルストン勝俣幸太。そしてトップ10、10番手からのスタートはゼッケンナンバー3番大井松田クラブ木下愛斗。さあ、このトップ10でまずはスタートが切られていく上位陣、
その後ろ11番手からのスタートはゼッケン20番の竹口春人、12番手スタートにゼッケン99番が鈴木俊、13番手にゼッケン4番開幕ウィナーの下総一郎、14番手からはゼッケン8番の斉藤愛美、15番手スタートにゼッケン7番の島見明人、16番手がゼッケン74番の上田亮太、17番手にゼッケン17番が飯島総一郎、18番手に木村龍介、19番手が鷲山圭介、20番手に佐久間春樹、21番手木村龍二、22番手西奥良平、23番手には羽賀大河、24番手北川翔馬、そしてゼッケンに、34番の山下優は残念ながらこの決勝レースはリタイアということで、24台での戦いとなります。さあようやく今グリーンフラッグが振られまして、各マシングリッドを離れていきます。さあ今ここでゼッケン10番の羽賀大河もエンジンに火が入りましてグリッドを離れました。さあではピットロードの皆さん、スタートが切られるまでガードレールには近づかないように後ろにお下がりください。さあ総勢24台ずらりと並ぶこのローリング隊列、さあ今遅れていた羽賀もポジションに戻りますが、1台エンジンがかぶってしまったか。6コーナー立ち上がりで早くも1台がマシンストップ。23台がさあ白線に収まってブラックアウト、スタートが切られていきます。そして羽賀大河もエンジンかぶったか。羽賀も今遅れたらなんとかコントロールラインを通過、スタートが切れました。さあすでにゼッケン20番の竹口春人のマシンがグラベルにストップとなっております。まずはホールショットを取っていったのはポールスタートの南沢、この南沢の後ろ2番手には渡辺龍、さあその渡辺のインサイド6コーナーで飛び込んでいったのは大谷でしょうか。さあこれで南沢、大谷、渡辺とスタート上位3台が行きますが、モナコで大クラッシュ、モナコが大混乱だ。斉藤うららが遅れている。さあ斉藤はうららはスローダウンでまあなんとかリスタートは切れましたが、5台ほどのマシンがモナコでストップ。この中にはゼッケン24番木村龍介、ゼッケン17番の飯島総一郎、そして島見明人のマシンは今エンジンがかかった模様です。もう2台ですね、ゼッケン32番の木村龍二と、もう1台はモナコのグラベルにマシンを止めましたが、さあモナコヘアピンでマルチクラッシュ。斉藤うららはなんとかリスタートは切れたものの、現在うららは16番手。トップは現在ゼッケン2番の大谷が変わりました。6コーナーへと差し掛かっていく、その大谷優太の視界の先にバックマーカーがそろそろ現れてきます。大谷、渡辺、南沢、少し間を分けて4番手にはゼッケン3番の木下愛斗、そして志村優太が5番手、東幸太郎6番手、母下総一郎は7番手まで上がってまいりました。13番手スタート開幕ウィナーの母下はこの混乱の中、さあうまく切り抜けまして7番手まで上がってきています。さあこの7番手母下は集団の中、セカンドグループの集団に入っています。トップは大谷、2番手渡辺、3番手南沢、このトップ3の顔ぶれは変わりはありません。志村が4番手と上がってまいります。セカンドグループのリーダーに志村。さあ2コーナーではトップが入れ替わったか、2コーナーでトップが入れ替わります。
ラップリーダー大谷が一気に2台にかわされまして3番手にドロップ渡辺南沢大谷というオーダーに変わりました。そして東志村と4番手争いもオーダーが入れ替わる中さあその後ろでは6番手争い帽子田とやり合っているのは木下でしょうか。4番手争いですが4番手志村とまだやり合っている東幸太郎その後ろ6番手には武田唯馬が上がってきました。さあアグレッシブなレースが展開されている SS クラス7周目と入ってきましてさあ再びトップが入れ替わります。ラップリーダーは南沢が取ってきましたがすぐさま2コーナー今度は大谷が前に出てきまして大谷渡辺ラップリーダーを取った南沢は3番手にドロップ。さあ目まぐるしくオーダーが入れ替わってくるこの SS クラス。さあ今日のこのレースブリヂストンチャレンジとレースも併設されておりますがさあそのトップ大谷の前にバックマーカーが出てきております。先ほどブルーフラッグも出ておりましたのでドライバーはまあ気づいているかとは思いますがさあ後ろはトップ3はさあバトルをしながらラップタイムも40秒中盤あたりしてセカンドグループ東志村にさあ武田も追いつきました。さあこれで先頭集団からセカンドグループも3台 3x3 という隊列武田唯馬も近づいて現在6番手7番手には木村さあこれは現在6コーナーを立ち上がっていく3台がトップ争いということになっておりますが現在ゼッケン2番のトップ大谷の目の前バックマーカーになるんですがゼッケン7番の島見も非常にいいペースで走行しておりますのでなかなかこのトップ争いここが近づいていけません。まあこれはちょっとトップを行く大谷にとってもどうしたもんかなというところだとは思いますが、まあ、ドライバーの心境的には早くブルーで後ろに下がってようというところでしょうがバックストレートようやくここで島見が道を譲りました。さあこれはドライバーマナーをしっかりと守りまして島見も、先頭集団に道を譲ります。さあこれで視界が広がりました大谷後ろ渡辺さらには南沢を従えながらさあこれで10周終了11周目残りはあと7周となります。残りは7周そしてその先頭集団の後ろセカンドグループですがついにはセカンドグループ武田唯馬がグループリーダー4番手と上がってきました。さあ志村東をかわしまして唯馬がこれで4番手に浮上です。その武田ペースも非常に速く40秒フラットさらにサードグループは木村を先頭に三田、斉藤、うらら三田と斉藤うららそしてゼッケン31番の勝又は8番手争いということになりますか。
さあトップ争い、今度はオーダー入れ替わりまして、ゼッケン9番の渡辺が再び大谷に襲いかかっていきますが、今度は大谷が奪い返します。レース周回数12周終了、13周目。さあ第2コーナーではここでイエローが出ております。イエローが出ております。2コーナいよいよレースは残り3周となってまいりました。依然変わらずゼッケン2番の大谷優太がラップリーダー、後ろ渡辺、そして南澤はしっかりとその大谷の後ろをキープする形で残りは3周。さあそして4番手武田優馬の後ろ志村が来たぞ。6コーナーのヘアピン、ここで武田をかわしにかかるが、武田もクロスライン、クロスを取ってモナコヘビン、再びインサイド。さあここは武田も冷静にクロスを使っていく。4番手を死守していこうと武田優馬、志村とのバトルです。さあさらに11番手争いとなりますが、斉藤愛美、母下総一郎、鷲山圭介、さらに西奥良平といった4台もアグレッシブにバトルをしています。あっとっとっと、モナコヘアピンの4番手争い。さあここに東も加わってきました。武田、志村、東、さあこの3台での4番手争い、そしてそれより一足を先にトップ集団からファイナルラップへと入っています。さあその先頭集団は3コーナーから4コーナー、まもなくバックストレートへと姿を現しまして、ゼッケンナンバー2番の大谷優太先頭に、南沢が2番手です。3番手渡辺、4番手は、4台目は周回遅れとなりますが、さあ1台挟んで、さあトップ争いはアウトから南沢が襲いかかってくる。そして大谷はブロック、大谷がまずは最終コーナー、渡辺が2番手、南沢3番手、4番手争いはもつれた。4番手は志村、志村優太が4番手、斉藤うららが5番手です。斉藤うららが5番手、東光太郎が6番手、木村愛斗がいて、三田が8番手、武田優馬は9番手でのチェッカーとなりました。この混乱の中、見事最後の最後トップチェッカーをくぐり抜けていったのは、やはりコースをよく知るホームドライバー大谷優太。6コーナーを立ち上がったところからブロックライン、モナコのあのラインをしっかりと抑えた大谷、2番手渡辺、アウェーの南沢はモナコヘアピンアウトから狙っていきましたが、ラインを塞がれてしまいましたが、見事な3位表彰台となります。
さあそれでは激戦を制しました SS クラス優勝ドライバー大谷優太選手でございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやー今日の SS クラスは本当にすごかったですね。あ、まあ、昨日から調子良かったんで、まあ、昨日のようにいけば勝てるなと思ってたんでちょっと落ち着いていけてよかったです。この24台、まあ、決勝レースは、ね、24台でのレースということになりましたが、もう終始この17周ずっとトップ争い、ね、後ろから再三プレッシャーを感じていたかと思いますけれども、どうでしたか後ろからのプレッシャーは。いや、なんかずっと気配を感じたんでいつ抜かれるんだろうなってずっとヒヤヒヤしながら走ってました。ね、でもすぐあの抜かれたら抜け返すというね、大谷君のいつものアグレッシブな走りでね、見事ファイナルラップ、ね、ラップリーダーのままファイナルラップ入ってきましたが、6コーナー立ち上がったところ、あそこが今日のポイントだったのかなと思うんですが、まあ、あの南澤選手がね、アウトから振ってきました、ね、それはもうホームの意地ということで、ホームドライバーの意地ということでしっかりと抑えましたね。あ、まあ、そうですね。なんか最後の最後に抜かれたらやっぱかっこ悪いなと思ったんでちょっと意地出しました。見事この第2戦での今シーズン初優勝ということで、これで勢いに乗ってくれそうですか。次回も勝てるように頑張ります。はい、次回、ぜひ第3戦も、ね、連勝してください。はい、優勝おめでとうございました。大谷優太選手でございました。おめでとうございました。さあそれでは皆さん、まずはひとまずレースお疲れ様でございました。今日予定をしておりましたレースは以上で全て終了と。